口、頬、目、この順番、意識する順番も大事です。これが完璧な笑顔です。コロナであんまり顔をしばらく動かしてなかったので、ちょっと顔のいい運動になりました。就活っていうものには絶対に活かせると思いますし、やっぱり就活ってこういろんな人が来るわけで、やっぱり最初のこう初対面の印象っていうのはすごく大事だなと思って。今もう85点出ました。80点以上はいい笑顔です。